スカイマークスタジアムです。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス24回戦の模様をこれからご覧いただきます。現在最下位のバファローズ、ホークスとの一戦です。お隣には田尾康之さん、広木智弘さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい、こんばんは。我々二人が一塁と三塁側に分かれてたくさんの情報をお知らせいたします。お楽しみに。はい、よろしくお願いします。バファローズのスターティングピッチャー金子、中6日での登板です。さあ、そのピッチングを見守りましょう。1回の表、ホークスの攻撃、先頭のバッター本田、今シーズンの打率2割3分4厘のある。さあ、今日の1球目、変化球打ちました。右への打球になりました。この球はどうでしょう。真ん中打って、これはセンターの前に落ちます。ノーアウトからランナーを出します。センターへのヒットになりました。さあ、打順は2番に回ってきます。川崎、1回の表ノーアウトです。いきなりヒットのランナーを許しています。膝元、低めのボールで入りました。ボールカウント1ストライク。ノーアウトでランナーを出しています。ファーストランナー狙ってきた。鋭い打球、ファーストへの打球、空振りの三球三振。そして次のバッターを迎えます。大木、右のバッターボックスに入りました。先頭バッターにヒット、その後三振を取っています。まずは簡単にストライクが来ました。147キロです。連敗中のバファローズ、ホームゲームではほとんど勝てていないという今年の成績です。わずかに外れてワンエンドワン、外へ2球持っていきました。ワンアウトになっています。さあ、第3球スライダー、このスライダーで追い込みました。さあ、4投目バートランナースタートしました。変化球を打っていった、低い当たりになった、一塁を送ります。アウト、これで3アウト。1回の表終了、ホークス0点で攻撃を終了しました。キャッチャー秀典、田上ファーストベースメン広木、そしてホークスの先発ピッチャー杉内。これで今年の登板数が25となっています。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。1回の裏、バファローズの攻撃返します。この回の先頭坂口、バッターボックスに入ります。ちょっとしばらくねヒットがないんじゃないですか。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。初球は手を出しません。この球は入りません。坂口、そのプロ入り通算の打率なんですが、3割飛んで1厘のアベル、プロ入り7年目での成績です。アウトコースへ決めました。ボールカウント1エンド1、オリックス対ソフトバンク24回戦の模様をご覧いただいています。変化球打って、これはピッチャー抑えた、1塁に送ります。1塁、これは十分に間に合います。アウトです。次のバッターはどうでしょうか。大村、元兵庫県の出身。まずはワンアウトを取っています。どこに入れてくるか。初球変化球は空振りです。ワンストライクノーボール。さあ、バファローズ、今のうちに連敗は止めておきたいでしょう。外を、これも外目に行きました。あっと打ちました。次が4球目、インコース、スイングアウト。そしてバッターは3番カブレラ、右のバッターボックスです。ツーアウトになっています。さあ、初球はどうでしょう。まず低めから入りました。微妙なところを攻めてきます。早くもツーアウトにしています。さあ、次はどこへ行くか。入りました、スライダーで追い込んでいます。
追い込んだが、あっと三振、スリーアウトチェンジ、まっすぐ三振を取りました。さあホークス、次の攻撃は4番から始まります。2回の表、ホークスの攻撃、先頭のバッター、小久保、最初のバッターボックスです。今シーズン完投したゲームの数は2となっています。その初球ボールになりました。わずかに入りません。今日最初のバッターボックスに入っています。アウトコースストライク、ワンエンドワンです。ここまでのアベレージは2割4分4厘のアベレージ、そして打点数は62となっています。今度はまっすぐ、いいスイングしてんですけどね。はい、豪快に振ってきました。遅いボール打って、ワンバウンドヒット、ランナーが出る。さあノーアウト、バッターランナーは一塁ストップ、止まりました。さあランナーが一人出ました。松中、左のボックスです。ここまでのアベレージ2割7分2厘のアベレージ、そして打点の、ランナーがスタートします。投球ボール2塁タッチアウト、盗塁失敗。初回は両チームともに無得点で攻撃を終了しています。外に決まりました。ワンエンドワンになりました。金子、この2回途中までを投げて許したヒットが2本、そのうちの1本がこの回です。3球目はどうする。さあこれはいい当たり、際どい、入るか入るか入るか、追っていく追っていく、スタンドには届きません。レッドバッター1塁を蹴った、中継に入る、ツーベース、センターオーバーのツーベースヒットが飛び出しました。そして打順が変わります。田村、ここは先制できる場面になります。まあ、バッターちょっとね調子良くないみたいですけどね。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。さあホークス、センターへのツーベースヒットでランナーが出ました。まずは初球打って、打球は右へ、取ってツーアウト、ファーストフライに倒れました。ここでね上げちゃいました。そうですね、ツーアウトになって次のバッターです。長谷川、今日の第一打席に入りました。ツーアウトになっています。第1球はどうか。まず際どいコースから入りました。この球は入りません。今日最初のバッターボックスです。あっと、まっすぐできました。ワンエンドワン、ワンアウトからツーベース、その後は内野フライに終わらせました。外角高めのストライク、外を丁寧に攻めています。さあ4投目、2回の表終了、ホークス得点はなりませんでした。さあ今日のベストカップ賞はご覧の2人に決定いたしました。2回の裏、バファローズの攻撃、先頭バッターは DH ロール、まずはチャンスの目を出していきたいところです。続けて三振を取っています。何から持ってくるか、最初は空振りになりました。ワンストライク、さあ今日の第一打席です。詰まった、詰まっています。これはショートになります。一塁へ、一塁、これは余裕があります。アウトです。打順は次に変わります。ダロッカ、右の打席です。ワンアウトランナーなし、最初の1球は成田、内へ、最初は高めに来ました。ちょっと力入りすぎじゃないですか。はい、大きな空振りでした。杉内、この試合先発のマウンドに上がりました。そしてランナーを許していません。高めに決まりました。ツーストライク、追い込んでいます。3球で決めてくるか。これはストレート、見ましたね。はい、バッター見ていました。
真の手は上がりません。2エンド2になっています。これは縦のスライダー、2ストライク3ボール。フルカウントからの5球目。あっと、これはいい当たり。打球はショートへ、1塁へ送ります。これは1塁アウトです。ショートゴロに終わりました。そして次の6番下山、最初のバッターボックスです。バッター2人を打ち取っています。まずは初球見送りました。ワンストライクです。ツーアウトになっています。変化しました。セカンドの前になります。抑えた。一塁送球、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。2回の裏を終了。バファロー、この回も三者凡退に終わっています。マネットをお楽しみください。では早速スタートしましょう。3回の表、ホークスの攻撃。この回の先頭バッター田上、攻撃中のホークス、前の攻撃は残塁1、結局無得点に終わりました。初球変化球、空振りです。いや、力入ってますね。はい、ここは大きな空振りになりました。金子、この試合も先発のマウンドに上がりました。そして3安打を打たれています。これは変化します。2ストライクノーボール。に倒れました。次のバッターが入ります。松田、ワンアウトランナーはありません。これは落ちるボール、ワンバウンド、ヒットになりました。さあ、ヒットになった。ツーベースヒット。今のはどうでしたでしょうか、岡さん。でも難しいフォークでしたからね、今のは。ああ、そうでしょうね。その球は残念ながらヒットにされました。野手の間を抜いていくのか。うーん、コースに逆らわない心掛けが必要ですね。どの辺を抜いていけばいいでしょう。きっちりセンターから右の方向を狙うべきでしょうね。巧みなバットコントロールが見られるでしょうか。まずは見送りました。ボールカウントワンストライク。両チームまだ得点はありません。さあ、セカンドランナーは先制のランナー。頭上を越えそうだ。先制点が入ります。頭の上を破った。長打コースになります。セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイミーツーベースヒット。1対0、1点先制、リードを奪います。点が入りました。さあ、リプレイでご覧いただきましょう。そして次のバッターとなります、川崎。ワンヒットで追加点もあります。さあ、返せるか。第1球、初球は手を出しません。ワンストライクです。バファローズファンで埋め尽くされたスカイマークスタジアムから実況生中継でご覧いただいています。緩いボールできました。2ストライク。ここはバットを出しません。さあ、粘っていくか。見送った。ツーストライクツーボール。さあ、このボールは高め打ちました。左へ行った。取ってアウトが2つになりました。ショートフライに倒れました。ランナー進塁できませんでしたけどね。そうなんですね。これが2回目の打席。何を投げてくるか。最初は見ていきます。この球は枠に入りません。ここまで1点を失っています。さあ、次はどう攻めるか。外の次は中、高めをついてきました。ボール2つ続きました。2アウトになっています。次が3球目。これはストレート、コーナーに。この速球が決まります。
この前の打球はいい当たりだったんですが、セカンドライナーに終わっています。綺麗に捉えましたね。スイングして空振りです。力強くね、振ってんですけど、はい、豪快に振ってきました。さあ5球目、あー、このチャンス、ショートへ転がしてしまった。取って一塁へ。これでこの回3本目のヒット。ここで打順が4番に回ってきます。国保、そのバッターボックスとなります。こういう場面ではね、一点ですよ。初球叩いて、これはいい当たり、センターへ上がっている。追いかける追いかける、あっとセンターの頭の上を抜けていきます。三塁ランナーが今ホームイン。中継のショートへタイムリーツーベース。2対0、また点が加わります。2点のリードに変わりました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。打順は DH 松中、さあバッターボックスです。ちょっとね、点差広げたいですけどね。はい、ここからは慎重にいきたい。初球は手を出しません。カウントノーワン。先制点を先に奪われています。さあどうでしょう。スライダーを持ってきました。それにしても思い切って振ってきましたね。スイングが豪快にいきました。2対0、ホークスがリードしています。これも強烈な当たり、これは右中間に上がっている。取りました。スリーアウト、チェンジ。3回の表が終了。ホークス2対0、先制点が入りました。3回の裏、バファローズの攻撃。対するこの回の先頭、阿部。今日の1打席目になります。初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。ノーアウトランナーありません。さあタオさんにお聞きましょう。バファローズの攻め方はどう見ますか。やっぱ点差が開く前にね、詰めないとね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。これはまっすぐ、ツーストライクノーボール。これは外れています。際どく外れた。次の4球目、低め打ちました。しかしファウルボールです。次が5球目、落ちるボール打ってショートへの当たり、抑えた。一塁に送ります。一塁はアウトです。ショートゴロに倒れました。打順が変わります。横山、3回がワンアウト。杉内、今日先発のマウンドに上がりました。そしてランナーは1人もありません。初球はどうか。まず低めに持ってきました。ノーワンです。この回はワンアウトになっています。2球目はどうか。ストレートできました。これではバットが出せません。今日最初のバッターボックスです。3球目、ストライクです。ストレートで2ストライク目を取りました。今のシーンもう一度見てみましょうか。そしてバッター山崎浩二、まあ、ここはヒット欲しいでしょうね、本人からしたら。はい、この打席こそはと思っていることでしょう。先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を奪っています。まずは初球見送りました。ワンナッシングです。さあ今日の第一打席です。さあ2球目、ドンピシャのタイミング、打ち上げて、これはレフト線へ。三塁線、これはファウルボール、わずかに左。あっと当てるのが精一杯。スライダーを引っ掛けましたね。取りました。これで3アウトチェンジ。途中経過をお伝えします。まずマリンスタジアムです。6対1、マリーンズがリードしています。ヘッドが重く感じられる時がシーズンには何度かあるんですが、少しバットの出が悪いですよね。持ち前のスイングの速さに勢いが感じられません。体全体のキレが悪い感じですね。初球振りません。ここは外してきました。2回の第1打席、ファーストフライに終わっています。決まりました。ワンエンドワンです。
金子、4回まで来ています。そして2点を失っています。さあ3球目、さあこれは嫌だ、サードです、抑えた、1塁へ送ります。ノーアウトからヒットが出ました。サードへの内野安打になりました。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。どんなボールをどう打つか今後の印象になっていきます。まず外から入りました、ちょっと合わないようです。今日の奪三振の数は2となっています。これも強い当たりだ、取った、一塁送球、一塁アウト。しかしランナーは二塁へ、ショートゴロに終わっています。アウトを一つ取って次のバッターです、花尾。点差変わらず2点差、ホークスがリードしています。第1球初球ストライク、ワンストライクノーボール。金子、この4回途中までを投げて打たれたヒットが8本、この回は1本がありました。あっとこれはよく見ました、外へ2球持っていきました。ワンアウトになっています。さあ3球目、決まった、外いっぱい、外を続けています。あっと高めのボール球、ワンバウンドヒット、打ちました。セカンドランナー三塁を蹴った、ここでヒットが出た。セカンドランナー今ホームインした。3対0、センターへのタイムリーヒット、1点追加、3点のリードに変わります。そして次のバッターを迎えます、松田、右のバッターボックスです。3回の第1打席、センターへのツーベースを記録しています。初球外に来ました、ワンナッシングです。2回目の打席はどうでしょうか。ストレートを持ってきました、カウント1エンド1。先ほどのヒットで今シーズンの被安打がついに200本になりました。横へ曲げてきました。カウント2エンド1。これはボールになります。2エンド2になりました。連続となるヒットを打っています。さあ初球はどうでしょう。まずはスローカーブを見せました、ノーストライクワンボール。今日3回目のバッターボックスです。決めてきます、これも外目に行きました。さあ3球目はどうか、決めてきました、2エンド1。緩いボールを持ってきました、2ストライク2ボール。注目のバッターボックスです。ここの追加点、ファーストランナースタート、キャッチャーはどうする、投球はストライク、これは盗塁成功、余裕がありました。次の第2球決めてきます、ボールカウント2ストライク。これはボール、1球外しました。4球目、さあこれは痛烈だ、これはセカンド、強い当たりでしたがセカンドゴロです。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変えて攻撃していかないといけないでしょうね。何か突破口が欲しい両チームです。
4回の裏バファローズの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。坂口左のバッターボックスに入りました。最初はスライダーできました。ワンストライク。この試合の奪三振の数が3となっています。このボールはどうか。高めのボール打った。センターへ。あれは取れない。ワンバウンドヒット。さあバッターランナーは一塁を回ります。ボールは中継のショートへ。さあ一気に三塁も狙った。スリーベース。ノーアウトランナー3塁。チャンスとなりました。ピッチャーの気遣うポイントがまた増えました。そうですね。そのために他の野手より一段高いところにいるんですから。なるほど。マウンドから様々なものを感じて投球してるんですね。バッターボックスとなります。ちょっと点やりましたけどね、ここはいい形になりましたよ。はい、この場面は点を入れておきたい。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライクノーボール。初回の第1打席、スイングアウトの三振に倒れています。変化球、打球は左。ワンバウンドヒット。さあヒットになった。このバッターがホームベースを踏みました。タイムリーツーベースヒット。3対1。今のプレーをもう一度見てみましょうか。そして次の3番カブレラ、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。先頭打者にスリーベース、その後ツーベースを許しています。第1球はどうか。まずは見送りました。ワンストライク。初回の1打席目、見逃しの三振に終わっています。次のボールはカット、いい当たり、入るか入るか。入りました。ホームラン。見事に捉えた。カブレラ、港神戸の研究に綺麗な放物線を描きました。4回の裏、同点のホームランが出ています。このホームランで追いつきます。今同点のホームイン、3対3。さあ田さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。まあ、今打ったボールなんかね、簡単に打てないんですけどね。そうですね。2点を返します。ここで同点に追いつきました。ああ、ちょっとガテンのいかない様子。リードを守りきれませんでした。とてつもない力を感じますね。いやー、怖さを植え付ける同点なんですよ。いやー、まだまだ終盤にかけてピッチャーは気が抜けません。バッター DH ロード、この回すでに3失点となりました。初球はまずは変化球、ワンボールです。今のホームランは今年許した10本目の本塁打となりました。慎重にコーナーをついてきます。1球2球と外へ行きました。杉内、4回まで来ています。そして3点を与えています。変化球をここで見せます。ワンエンドツーになりました。これが2回目の打席、バッティングカウントからの4球目、膝元へ決めてきました。平行カウント2エンド2。あ、山口さん。はい。バファローズサイドです。はい、お願いします。今のホームランについて話を伺ってきました。打った球が落ちるとスライダーかもしれない。ホームランはやはり大きいほど嬉しいということです。はい、ありがとうございました。低いボール、左への打球になりました。そして次のバッターとなります。ガロッカ、右の打席です。さあ、ファーストランナーか。ファーストランナー、スタートを切った。ランナーを援護します。タッチはアウト。二盗は失敗。ここまで3点を与えています。さあ、次はどこへ行くか。外のボール、平行カウント、ワンエンドワン。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。外へ持ってきました。2ストライク1ボール。さあ4球目。あーっと空振り、バットには当たりませんでした。さあ今のシーンです。次のバッターが入ります。下山、4回の裏ツーアウト。この回追いつかれています。最初の1球、これは外れました。わずかに入りません。今日2回目のバッターボックス、第2球はどういく。低
低め打ってセカンドへの打球取って一塁に送ります。一塁これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、こういうゲームは我慢比べですね。チームに緩みが出るといけません。5回の表、ホークスの攻撃。この回、クリーンナップから攻撃となります。大津、右のバッターボックスに入っています。最初の1球は何か。初球から打った。痛烈当たり。打ち上げてレフト。2球目です。インコース。これは外れます。ワンストライク、ワンボール。ここまでのホークス、ヒットが10本、そして3得点です。これは手が出せないか。さあ追い込みました。次が4球目。外に決まった。チャンスが膨らみません。いや、こういう状況は1本出れば違ってきますよ。チャンスが広がらないですね。まあでも少し対策を考えないといけませんね。ベンチワークも重要になってきます。ワンアウトランナーなし。まず低めから入りました。ボールカウントワンストライク。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。バッターからは遠いところ。思わずねバット出ちゃいましたね。はい、ボール球でストライクカウントが入りました。さあ勝負か。どうする。連続三振。さあリプレイでご覧いただきましょう。打順が移ります。松中バッターボックスに入ります。第1球はどうか。低いボール、フルワライン際。この球はどうでしょう。これは見送りました。これで2ストライクと追い込みました。決め球を見せるか。あっと三振。三者連続三振。スリーアウトチェンジ。これは手を出させませんでした。さあバファローズ、この後下位打線から始まります。5回の裏、バファローズの攻撃。7番からの打順になります。阿部、まずは出塁。チャンスを作っていきたいところです。第1球、変化球打って右への打球。今のファウルがこの試合50球目になります。2回目の打席はどうでしょうか。低め打ちました。左方向へ。ストレートはこれは決まりません。この球は枠に入りません。さあ次の4球目は打っていった。これは低い当たり。ランナーが出ます。ノーアウトのランナー。ランナーに気を取られすぎないことも大事でしょう。そうですね、バッターにはきっちりゴロを打たせたい場面ですね。さあ思い通りに打ち取ることができるでしょうか。バファローセンターへのヒットでランナーを出しています。バントしました。杉内、今日は4回までを投げて許したヒットも。さあバントした。抑えた。一塁に送ります。ここは手堅く行きました。これでワンアウト。そして次のバッターを迎えます。山崎浩二。さあリードを取っていけるんでしょうか。杉内、この5回途中までを投げ打たれたヒットが5本、そして3失点できています。初球見送っていきます。ノーストライク、ワンボール。杉内、5回ワンアウトまで来ています。そして3点を許しています。この球はボールになります。ボールカウントノーツー。一つ前の打席、キャッチャーフライに終わっています。次はストレートできました。ワンストライク、ツーボール。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあこれはいい当たり。レフトへ上がった。これは取れない。ワンバウンドヒット。さあセカンドランナー三塁を回ります。ヒットになった。セカンドランナーがホームに帰ってきました。この失点が重くなるのは次からの投球次第ですよ。勝ち越された後にいかに冷静さを取り戻せるかですね。そうですね、これで止めればまた気持ちが動きますから。得点差わずか1点、バファローズがリードしています。これも痛烈な台。あっとトンネルした。さあファーストランナー2塁を蹴った。打ったバッターは1塁を蹴った。さあボールが返ってきた。これはファーストにエラーが記録されます。ここでキャッチャーがマウンドへ行きました。
して打順は2番大村。ああ、バッターボックスです。まあ、この回はね、いい形で攻撃できてるんですよ。ですね。得点まで期待、この場面です。まずはストライク、ゾーンいっぱいに投げ込みます。この回勝ち越しを許しています。外のボール球振っていきました。カウント2ストライクノーボールです。さあ、バッターはどうする。3球で決まった。まずはインハイで体を起こしてから外に攻めていきたいですね。かなりバッターがベースに追いかぶさっていますが、どうでしょう。痛烈な打球、初球狙った。これはサード一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。そうですね、特にピッチャーは援護が欲しいはずですから。監督コーチも胃の痛むような展開です。スカイマークスタジアムは6回の表ホークスの攻撃、そしてこの回の先頭田村、金子、6回まで来ています。6イニング目に入ります。変化球を打っていった。これはセカンドになります。一塁を送ります。ファースト取って、これはアウトです。そして次の7番長谷川、左のバッターボックスです。ちょっとしばらくね、ヒットがないんじゃないですか。変化球、この打球はセンターです。しかしこれは間に合います。センターフライに倒れました。次のバッターに変わります。田上、6回の表ツーアウトです。金子、すでに許した安打の数が10となっています。どこから攻めるか。初球インコースから入りました。ボール球にね、思わず出ちゃいましたね。はい、そのボール球を振って空振りです。6回の表2アウトになっています。さあ、第2球、次は外に来ました。2ストライクノーボール。さあ、アウトコースはどうか。この球は外れています。次の4球目、バックスイングの三振、クリアウト。チェン、変化球、三振に切って取りました。さあ、バファローズ、この後 DH から始まります。スタンド前にはバズーカーボーが登場しました。スタンドに向かってボールが打ち込まれますので、皆さんはナイスキャッチしてください。おしゃれ。6回の裏、バファローズの攻撃、 DH からの打順になります。ロード、杉内、今日の5回までのピッチング、打たれたヒットが6本、そして失点は4となっています。初球振りません。枠をいっぱいに使ってきます。ここまでのバファローズ、ヒットが6本、そして4得点。さあ、抜けた、抜けていきます。ランナーが出る。さあ、ノーアウト、ライトへのヒットになりました。そして次のバッターとなります。ラロッカ、右のバッターボックスに入りました。初球ストライク、ワンストライクです。さあ、3回目の打席、わずかに外れてワンエンドワン。杉内、今日は5回までを投げて打たれたヒットが7本、この回は1本がありました。コーナーを狙います。カウントワンエンドツー。次が今日の70球目。さあ、バッティングカウントどう攻める。低いところへ決めてきました。低めのピッチングが続きます。さあ、5球目、低いボール、これは三遊間。6、4、3、ダブルプレイ、ノーアウトランナー一塁の場面。一気にアウトが2つになりました。ランナーはありません。ゲッツーでツーアウトにしています。何を投げてくるか。まずは見送りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。今日の奪三振の数は5となっています。次の第2球、膝元へ持ってきました。面白いように決めてきます。さあ、外してくるのか。変化球打って、さあ、この打球は取って、これで3アウト。6回を終了、バファロー2得点で攻撃を終了しました。より一層のご声援をお送りください。7回の表ホークスの攻撃、9番からの打順になります。松田、7回表ノーアウトです。最初のボールは初球コーナーをついてきました。カウント1ストライクノーボールです。
金子、今日の6回までのピッチング、許したヒットが10本、そして失点が3あります。なんと体に近いところ、内へカウント、ワンエンドワン。今シーズンの完投数が2となっています。この打球が大きいぞ。打球上がって左中間へ、追っていきます。あっと抜けた、フェンスの手前に落ちます。バッターランナーは2塁を狙った。さあショート中継するセンターオーバーのツーベースヒット。さあ次の塁をどう狙ってくるか。緊迫したゲーム展開。とにかく次の塁を貪欲に狙う意識は大事ですからね。走塁の大切さはよく言われることですね。先頭バッターにツーベースヒットを許しています。最初は変化球持ってきました。ボールカウントワンストライク。本田、ここまで2回塁に出ています。2球目はどう。ファウルです。変化しました。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。あっと空振り三振。スライダーにバットが空を切りました。この場面でのピッチャー交代、初球の入りに注目ですね。そうですね、バッターは登板後の初球を狙っていきたいところですね。さあ積極策で来るんでしょうか。初球に注目です。得点圏での気持ちの入り方は全然違いますよね。そこはやはり打者としての責任ですよね。まあ野球は点取りゲームですからね。田尾さん、黒木さんのダブル解説、実況山口藤雄でお送りしています。初球振りません、ワンストライクノーボール。セカンドランナー帰れば同点ということになります。この変化球はバットが合いません。クロスライダーで追い込みました。果たして3球勝負するのか。3球三振、結局スイングアウトの三振です。今のプレーをもう一度見てみましょうか。さあ得点圏のランナーを返せるのか。こういう場面は自然と気合は入りますからね。ここは一つの山ですね。ゲームをある程度左右すると思いますよ。さあ大事な大事な対戦です。まずは変化球から入りました。ワンストライク。同点のランナーがセカンドにいます。さあどうでしょう。ストレート打ちました。低い当たりになった。ワンバウンドヒット。セカンドランナーは三塁ストップ。ここでヒットが出た。いい場面で打席が回ってきました。国土、そのバッターボックスです。やっぱりチャンスに強いということでね、期待しますよ。はい、チャンスでは結果を残しています。初球簡単にストライクを取ります。コーナーいっぱいに持ってきました。今日はツーベースヒットを打っています。変化球打って、しかしファウルボールです。さあ勝負か、どうする。バーッと打ちました。センターへ取りました。スリーアウトチェンジ。7回の表が終了。ホークス0点で攻撃を終了しました。ホークス今日初めてのピッチャー交代です。セッツ、これで今年の登板数は71となっています。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。ここでね、ベンチ動きましたね。さあホームランの欲しい場面、バファロー、ここでライナーを送ります。一気にダメ押し点の欲しいこの場面、出塁したいところです。点差変わらず1点差、バファローズがリードしています。第1球、最初からコーナーをついてきます。ワンストライクノーボール。ここまでのバファローズ、ヒットが7本、4得点という内容です。一方のホーク、ヒットは12本、3得点という今日のゲームです。バファローズがリードしています。ストレート決まって2打線。さあここは追い込まれていますが、この3球目はどうする。三球三振、見逃した。そして次の8番横山、右打席です。これが今日3回目の打席。まずはコーナーをついてきます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。この回はワンアウトになっています。次の2球目、今度もまっすぐできました。ワンエンドワン。5回の第2打席、きっちりと送りバントを決めています。
しかしこれはボールになります。ボールカウント1エンド2。まず先頭バッターから三振を奪っています。さあバッティングカウント、変化球は入りません。カウント1エンド3、変化球が決まって2-3。これは手を出させません。最後は制球が見られました。フォアボールです。まあ勝負に行ってのフォアボールだから気にしなくていいんでしょう。そうですよ。まだまだ接戦のムードは続いていきます。さあ第1球、最初のボールを決めました。カウント1ストライクノーボールです。ワンアウトランナー1塁です。まっすぐを持ってきました。ツーナスイングです。このストレートはわずかに外、わずかに入りません。次が4球目、低め打ちました。三遊間です。抑えた。二塁フォースアウト、そして一塁転送、これで3アウト。レッツーに切り抜けました。途中経過参りましょう。千葉マリンスタジアムは試合が終わりました。8対1マリンズが勝ちました。バファロー、ここで3番手ピッチャーに変えます。清水、1点リードの場面でマウンドに上がります。ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の表、ホークスの攻撃。バッター、松中、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。何から持ってくるか。今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打。アウトコース、カーブで追い込みました。打順が移ります。田村、ワンアウトランナーはありません。さあ初球、初球シュートから入りました。この球は枠に入りません。今日4回目のバッターボックスに入っています。見送ります。ワンエンドワンになりました。今日ここまでは3打数の1安打。またストレートできました。ワンエンド2になりました。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。さあバッティングカウントどう攻める。ここは落とします。ワンストライクスリーボール。この前の当たりは芯で捉えたんですが、セカンドゴロに終わっています。次が5球目。さあ待望のランナーがフォアボール出ました。そうですね、これを足掛かりにしていきたいですね。はい、ゲームが大きく動いていくんでしょうか。長谷川、このゲームは塁に出られていません。最初は変化球持ってきました。ワンストライクです。今日はここまでノーヒット。2投目、これは外れました。カウント1エンド1。この前の打席はきっちり捉えたんですが、センターフライに倒れています。3球目はどうする。これは際どい。ちょっと低いんじゃないですか。はい、その球を振って空振りです。あっと、これはいい当たり。これは低い打球。あっと、これはセンター前、ワンバウンド。ホークス、今日打ったヒットの数を13としています。男を挙げる打席になれた。いや、集中したいい表情ですよ。気合が乗ってますね。いや、彼ならやってくれるでしょう。はい、放送席の期待も加わります。今日のここまでは3打数1安打、そして打点が1あります。さあ第1球、最初のボール外れました。ボールにしてきました。6回の3打席目、空振りの三振に終わっています。第2球、これもいい当たりだ。大きいぞ、これは大きいぞ。逆転、逆転です。
逆転のスリーランホームラン。痛烈な打球でした。左方向への打球はあっという間にレフトスタンドに届きました。8回の表、逆転となるホームラン。このホームランでまたしてもリードを奪い返します。今逆転のホームイン、6対4。そして大歓声の中ベンチで出迎えます。3点が加わります。ついに2点のリードを奪いました。ああ首をかしげます。逆転されたこの場面、ここで気持ちが折れます。ここに来ての逆転アーチは願ってもない価値ある一発です。そうですね、ここで打ってくれるとはベンチも予想してなかったでしょうね。特にバッティングコーチはこの逆転に胸をなで下ろしているでしょう。バファローが5番手のピッチャーに変えていきます。勝つか2点差という場面でマウンドに上がります。ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。そしてラストバッター松田、右のバッターボックスです。6対4。この回リードが入れ替わっています。第1球です。初球インコース、カウント1ストライクノーボールです。今シーズン打ったホームランの数は16となっています。昨年の本数まであと1本に迫っています。変化球決まってツーナッシングです。今のは反応できませんでした。これはボール、審判はボールを選択しました。このボール球には手を出しません。打球はサードへ、サードが取ります。一塁に送ります。アウト、サードゴロに終わっています。打順が変わります。本田、左打席に入っています。さあ5回目のバッターボックス、第1球外目のボールから来ました。ボールカウント1ストライク。さあ今日のバッティングなんですが、4打数の2安打、打点は1の内容です。ボールです。ワンエンドワンです。今日はヒット2本というバッティングです。さあ3球目はどうか。あっと打ちました。それはセカンド、セカンド取った。一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは8回の表を終了。ホークス6対4、逆転に成功しています。ホークスこの試合2回目のピッチャー交代です。アルケンボール、今シーズンの登板数が55となっています。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、バファローズの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。坂口先頭バッターとして強烈な打球、初球しっかり捉えた。センターへ上がった、あれは取れない。ワンバウンドヒット、センターへヒットを打ちました。ホームラン、8本の裏ノーアウト。今日のバッティングは3打数の1安打、そして打点が1あります。まずは見送りました。148キロです。ヒットでランナーを出しています。ストレートはこれは決まりません。先頭バッターを出しています。まっすぐで決めました。このストレートで追い込んでいます。さあ4球目、これも鋭い当たり、これはライトへ上がった。ワンバウンドヒット、ファーストランナー二塁へ回った。ヘッドバッター二塁へ向かった。中継に入る、ツーベースヒット。ここは目をつむってど真ん中、持ち味のまっすぐで勝負ですよ。さあ大胆極まりない投球がこんな場面でできるんでしょうか。そこを行かないと男じゃないですから。最初は外に持ってきました。ワンストライクです。この前の打球はいい当たりだったんですが、サードゴロに終わっています。いい当たりでしたね。クーを切ります。フォークで追い込みました。これも強い当たりだ。まっすぐ打ち返した。セカンドランナーは一気にホームへ。今サードランナーがホームイン、今セカンドランナーもホームイン。いや、相手の読み通りに行ったっていう感じですかね。そうですか。やや読まれる傾向が出てきたんでしょうか。そんな感じがしますね。そして打順が変わります。ローズ打席に入ります。そして次は DH ローズ。8回の裏ノーアウトです。すでにこの回2点を取られています。まずはまっすぐから入りました。カウント1ストライクノーボールです。
すでに2点を奪われています。次は第2球、真っ直ぐ追って左への打球、取ってワンアウトになりました。ショートフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます。ナロッカ、今日はまだヒットが出ません。初球は初球から落としてきました。ワンストライクです。ナロッカ、今日はまだ塁に出ていません。変化球入りました。ツーストライク。ツーナッシングからの第3球、三球三振。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして打順が変わります。下山打席に入ります。さあ逆転のランナーが一塁に出す。まずはインコース、149キロのストレート。ツーアウトになっています。さあ次はどこへ行くか。今度は外、今のは思わず見送りました。さあ次はどうするでしょう。落ちるボール打ちました。今のはですね、打たされてるんですよね。取ってこれで3アウト。8回を終了。バファロー6対6、ゲームを振り出しに戻しています。9回の表、ホークスの攻撃、先頭のバッター川崎、左のボックスに入っています。まあ、他の、ね、選手はみんなヒット打ってるんですよ。はい、それをファンも期待していることでしょう。初球ボール、カウントノーワン、ノーアウトランナーなし。変化球できました。外へ2つ続けました。先ほどの打席では空振りの三振に倒れています。さあ3球目は外はどうか。ワンツー。今日のここまでは4打数でノーヒット、そして三振が2つとなっています。バッティングカウントからの4球目、あっと際どい、カウント2エンド2、フルカウントまで来ました。フルカウント2、3。さあフルカウントになった。ファーボール、ファーボールです。ファーボールのランナーを出しました。そしてホームランバッターの登場です。オーティス、このバッターボックスとなります。ノーアウトでランナーを出しています。初球外に来ました。ボールカウント1ストライク。7回の4打席目、ライトへのヒットを記録しています。やっと鋭い打球だ。ダブルプレイコース、あー落としている。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。やっとセカンドを狙った、狙ったぞ。これはセカンドにエラーが記録されます。何としても三塁ランナーを呼び止めたいですね。接戦の状況ですから、思い切ってエンドランなんかもありですよ。この場面でエンドランという面白い作戦もあるでしょうか。さあ勝ち越しのチャンス、ホークスファーストランナーを変えてきました。明石、やっぱりここはね、ランナー変えてきましたね。走者を招き入れたい期待のバット、まあ、彼はチャンスに強い選手ですからね。この得点圏を生かしたいですね。ここはポイントを絞っていくべきですね。バッテリーの読みを崩せるでしょうか。初球振りません。ワンナッシングです。国母、今日のゲーム2回出塁しています。ここは見ます。このカーブで追い込んでいます。低いボール、ショートへの当たり、取って二塁アウト。一塁転送間に合うか。ダブルプレー、一塁アウト。7対6、追加点が入ります。最終回ついに1点のリードを奪いました。バッター DH 松中、ここまで出塁は1回という内容です。村本、高めのボールで入りました。枠いっぱいに決めていました。8回の第4打席、三振に終わっています。狙っていって空振りです。2球ともインコースを攻めています。さあ次のサインは、このストレートは入りません。バッテリー1球外してきました。
次の4球目。低め打ちました。捕った。一塁へ送ります。ファインプレーはアウト。いや素晴らしいプレーでしたね。まあ打った方としては残念でした。9回の表が終了しています。ホークス1点を追加、7対6、点差を広げました。ホークス、この場面で4番手のピッチャーとなります。マハ、今シーズンのセーブの数は31となっています。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。9回の裏、最終回の攻撃です。トップバッター、ヒット。最後の攻撃、なんとしても塁に出たい。9回の裏に入っています。その初球、ボールになりました。ボールカウント、ノーアウト。攻撃中のバファローズ、先ほどの回は残塁が1、しかし2点が入っています。落ちるボール打って、三塁線の当たりはファウルになりました。3球目はどうぞ。この球は見ます。ボールカウント1エンド2。代打で登場した最初の打席、見逃しの三振に倒れています。今度はストレートを持ってきました。平行カウント2エンド2。さあ何を見せるか。スイングアウト三振。この回の先頭バッターから三振を取りました。次のバッターが入ります。横山、右打席に入っています。このバッターはね、ちょっとヒット出てないですよね。はい、ここはヒットにしていきたい、本人が一番思っているでしょう。まず最初のボールを決めていきました。カウントワンストライク、ノーボールです。今日は送りバントを決めています。2投目は、さあこの打球は、これは低い当たり、これはセンターの前に落ちます。ランナーが出る、ようやくヒットが出ました。さあそして9番に回ってきます。山崎浩、最終回の裏ワンアウト。最初の1球は何か、内へ。最初は低めの球、ワンボールになりました。先頭バッターは三振、その後ヒットを打たれています。さあファーストランナーがスタート、変化しました、取りました。なんとファーストランナーがスタートしている、あと1点が遠かった。試合終了です。この試合は7対6、ホークス、バファローズを僅差で破りました。パルテンボール、これで今シーズンの勝利の数を4としています。マハロ、ヒットを許しながらもセーブを上げています。勝利監督インタビューが始まっています。さあホークス、次は仙台へ移動します。そしてイーグルスとの対戦になります。解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお送りしました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。よろしくお願いします。